山口忠則です。大阪の日本の生まれです。今回このスクルトに来て、大体普通彫刻のセリアなんていうのはないんですけど、今回初めて来てとてもまあ面白いんじゃないかと思ってます。この作品については、コントラチャパドっていうコンパネですよね。コンパネを何枚も重ねて、でその中から新しいものをまた作ろうっていうのが考え方なんです。でこのラインは葉っぱの芽ラインを使って、葉っぱの中にあるラインを使って作ってます。でこれをもう年輪によってこの形を作りました。